どうもこんばんは、ゆうです。サクセスやっていきます。暁大附属高校投手育成やっていこうかなと思います。イベントデッキは激闘友沢五郎和凪暁版も西谷角田、この6人でやっていきたいかなと思います。まあちょっとね、角田1回だけちょっとサクセス動画でね使ってみようということで、今回ちょっとデッキにセットしました。はい、あと五郎ですね。五郎は本当、コツがね普段もらえないんですけど、まあコツ行った後追求でね絶対コツもらえるんで、まあ五郎の使い道がねここで発揮できるというところですね。はい、このデッキでやっていきましょう。でまあ前にあと4とかも考えたんですけど、やっぱ前さんあとさんがやっぱベストですね。前さんあとさんの招き猫持ってくる形が正直ベストです。前にあと4にして招き猫持ってきてもあとゆべ乾燥しないっていうのが正直ねあったんですよ、さっきちょっと練習してみて。やっぱ前さんあとさんですね。よっしゃ、やっていきましょう。大丈夫かな、声枯れてない、大丈夫。いや昨日ね、まあ、朝までちょっと飲んどったんですよずっと飲んでて、なんか喉大丈夫かなと思って。さあここはゴロ行くかトモサ行くか。ゴロですね。え、今気概率何パーやった、 4% ぐらいじゃなかった、マジでマジか。ゴロからコツもらうのはなかなか遠いぜ。まあ、僕野手育成の時もまあ4畳から打倒してましたね。お、似合ってるやん制服。え、めっちゃ、え、マジであんな制服初めて見た。ええやん、ええ制服着てるやん。これかな、これかな。しゃ、とりあえずコツをねどんどん最初は追っていきたいですね。コツ、ナイス、おーしげーの。ゴロのコツは全部が優秀だからね。まあこうやってコツくれないですよね、なかなか。まあ、だけど次の追求でコツが絶対もらえるという。俺は下かな、いつも下選択してるかな、評価上がるし。まあ、今回は激闘友沢のど根性、そして暁マンモのマインドブレーカーが不確定ですね。金徳不確定なんで頼むぞ。てかまあ五郎と薫を一緒に入れてきたいな、ちょっと夫婦同士入れたいな。そう、俺ねカオルみたいな女の子めっちゃ好きなんよ分かる人いるかな。俺ねカオルみたいに、ね、あのスポーツに一生懸命でねなんかね頑張ってる子が俺めちゃめちゃ好きで。なんでゴロの方行った、なんで俺じゃない。さあここでコントロゴス出さしん、どうか大丈夫かな。これは最初は斜めるで打たれ強さのコツを2にする。あいつには負けない。これ対強打者ですね。まあ、前回ちょっと、打倒をしくじったのでいやー今度こそは挽回したいね。追求、これねでかいよね。追求でもらえる経験点がやっぱ倍もらえるからね。脱三種のコツ5ですね。リリースカチューン、はい、強打者も潰していいかな。よっしゃ、うん、そうなら大丈夫。これ評価上げていった方がいいんかな、どうする。評価上げます。続ける、よし、告白 OK ですね。まあなんか角田の SR プラス5の人にねフレンド依頼送ってもらうんですけど、なんで俺ねフレンド依頼送ってくれるのかな思って、ちょっと嬉しいな、嬉しい話なんですけど、俺でいいんかなみたいな
デートをするか、デート1回目いきましょう。まあ、コツが来なかったらデート、もう少しねコツ踏んで、まあ、信頼度理解度上げてもらいたいですね。理想ありそうだ。よっしゃコツナイス。いやすごいよな、自分すごいな、こんなよう頑張ったと思うで。投手はないからね、こっちですね。お、コツくれた、センキュー。ああいいやんいいやん、ありがとうな。幼少に頼む。もう一回伸びこつ。おマジでマジで、ええやつやん、こいつ。もうええわ、もうカオル認めてるわ、認めたるわ。ちょっと今まで反対してきてごめん、カオルを幸せにしたってくれ。守る、これリリースこそ潰したな。これはいこうかな、これいこう。急速、いやーそれ違うそれ違う。さて、うん、お願いします、休息ください。よし、サンキュー、構わない、これ調子安定ですね。これはショートが合ってると思うで敏捷ポイント上げる。やっぱカズナギいいな、カズナギ45にしてよかった。よいしょ、やばい潰せない、潰せへんな、どうしようかな。こっち行くか。ホブラインに変える、こっちの方が評価は本当は上がるんですよ。さあタック、いやこれは難しいな、ここありなんですけどね。ここ行きます、ここ行ってコツで理解度深めよう。うん、これで打たれ強さはコツ5ですね。コツイベント率アップキャラクターを若月大付属はね入れるとより強い選手ができるのかなっていう、はい、感じです。追求、うん、友沢、あ、ええやん、ここ行こうかな。ポーカーフェイスは取ってしまうのは仕方ないから、めっちゃ制服に当てるやんそれ。お嬢様、ザ・お嬢様って感じがする。おやすみ。さて、あー西谷おる、正直西谷めっちゃ行きたいし、正直打倒もしな話、うわ難しい。西谷です、はい、ここ西谷行きます。ちょっと打倒はめちゃめちゃ遅れてるね今。いや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 、それあかん。対抗する。よしよしよし、これ慰めるですね。さて、でこそ取ってない。
いやー本当はね打倒するべきなんですよ、もっと早くに。できてないですね。ちょっと余剰倒しに行こう。次矢部君の評価下がるかな、打倒してないから。うん、はい、ちょっと余剰ね倒します。いやー難しい、立ち回り難しいわ。なんか前回の方が立ち回りは良かったからね。468468っていう順番。うなずく、いいねこれ。マラソン前で OK、 年型ナイスナイス。さあ試験受ける。イガラシか、イガラシはミート、うん、これ抑えれるかな。オッケー、イガラシええやん、めっちゃ見逃してくれるやん。 Thank you。 よっしゃ60度でかい。さあマラソンですね、やりましょう。まあ六本木倒してないんでね、ここ回復してもらえないので。やめろ、ちょやめろやめろ、うわやばい、それやばいそれやばい。上り抑え気味、いやいけるか、下り少しでーっと抑え気味。いやーこれ微妙やな。よっしゃ6位、よかったよかった。いやー結果よかった、焦る。次668とか、おいいんじゃない、いきましょう六本木。あ俺守る倒そうだ、まあいっか、守るまあ倒しても、まあドクター K 被るからね。で休息骨が欲しいんで、まあいいかな。まあ二宮上がるのはちょっときついかな。やめろ、よしよし回避。よっしゃーセックスさん、いやーそろそろ打倒頑張ってしていかないとやばい。どうしよう、一回数投げ残っていこうかな。さあ追求、よしこれ二宮下げよう、二宮下げて、よっしゃ。いやー結構難しいぞ今回、今回結構難しい打倒になってる。シャッフォー、オッケー。まあ、タックとちょっと打倒カウントを減らしたいですね、タック引いて。うん、難しい、ほんま難しない、みんなどうやってやってんの。いや俺結構自信に満ち溢れて最初始めたけど、途中でバリフバーになってきたわ。さてちょっと上げるか能力、あやっぱちょっとね打倒してない分経験点が稼げてない。おしメンタル、あーここいいっすね、ここ行こうかな。あーでも八島やな、さっき絶対八島の方がいいと思う。
よし、ここ行こう。はい、決めた。つくもとやしま一緒に倒して、これでいいかな。やばいな、ちょっと焦ってきたぞ。これはこれ絶対失敗するやん。俺だかんわこれマイブだかんわ絶対失敗する。やばいやばいやばい、あかんあかん、ネガティブになるな。俺ネガティブになる なるな。よっしゃ、そう、ゴローがいる、ゴローがいるのに。ゲート2回目ですね、難しいよし、7と3を一緒に潰しときたいから、これ5を終わらすか。これかっこいいな、このシーンめっちゃかっこいいよね。泣かんでいいって、泣かんでいい、うん、じゃあ怪物9位、ここを西谷ですね、追求行って、よし、やっとコントロールコツがここにあった。やっとや、ここ大変やね体を動かしてないのにめっちゃ息切れるわ。あ、ちょっと俺もう何やってんの、乾燥してるやん。あ、多分さっきのゴローのイベントでかな。 OK、難しい、デート、デート行こう。アレフトを下げないと正直まずいですね。銭湯行かへんかな、正直。これアレフト下げるのどれやったっけな、これやったかな、違うか、これ違うな頼む、よしよしよし、センキュー。よしよしよし、いいそう、ナイスナイスナイス、やべえ。よっしゃ、レフト、全員だといけるかな、うん、やっぱ前に比べたらやっぱ能力上げれてないな。よっしゃ、オッケー、行きましょう。練習試合。まあこれね、まあコミと限りは前のデッキの方がやっぱやりやすいかな。サンタたち川の方がやりやすいかな。どうだろうね。あんま変わってないけどね。よっしゃ、行こう、こっから気合い入れて撃たれんの、結局撃たれんの。どうする、いやーこれ潰したらあかんよな。行くか、ちょっとアレフトは倒そう。ほんま7と3を一緒に潰したいんですよ僕。でもちょっと時間的に無理やな。いやーこれが厄介、これが厄介本当に。よっしゃ、3問はすごい。あ、そうか、これ絶対守るか。いけるいける、 OK。 よっし
したパーフェクト行けた。あざす、監督あざす。はい、かわいい、はい、かわいい。大丈夫かな。残り1ヶ月。いや俺ね正直全員打倒できると思わなかった。なんか全員打倒できる自信がなかった正直。いやダブルタックここ行きたいな。行こう。よし取った。OK。 さあ残り3ターン。うわ一緒に潰しとったな。これ一緒に潰してましたね。さて、おダブルタックあるやん。おいけた、やった。2人一気にいきましたね最後。勝利の星と二宮本塁打厳禁ですね。いやよかったよかった。これはよかった。135キロ。いや上げなくても完走せんへんかな。完走大丈夫。オッケー、よしラスト。いやね本当ね正直言うともうセクニからここまで俺ずっと顔青かったね。今やから笑える、今やから笑えるけど本当にどうしてんか分からなかったもん。いやよかったわ。寿命縮んだ。ただ寿命3ヶ月ぐらい縮んだ。勝利が欲しい。オッケーで本塁打元気。Thank you。 さて急速骨はちょっとやめといてデートを終わらすか。デート回す。4回目はもうな。次急速上げよう。よっしゃ。うん勝利の星。これどうしよう。 SS なって思ったね。出てきましょう。マジか。筋力が余るか。まあでも急速これもうちょっと上げれるな。尊重する。まあ前ブレ失敗したけど筋力は2つ取れたので、まあ良かったかな。ヒゲ骨取ります。まあそうやね、今回神楽坂連れてきてないから守るドクター K を残しといて、まあ僕ちょっと先に取ってしまったけど残しといて西谷を脅威の切れ味にするやり方の方が良かったな。そうやな、俺いつもの癖で上で普通に押しとったけど下は脅威の切れ味だもんな。なるほど、ついからそうしよう。OK 勉強になった。あそうや、西谷脅威の切れ味をもらえるやん。だから守るを最初に潰す必要はなかったですね。まあ結果論ですけど本当に。まず俺はもう今の試合に集中や。よっしゃ。まあ、赤月はねピンチャン
にしなくても、まあ、サクッとで勝てる、また勝ちやすい方やからね、まあ、サクッとでどんどんチャレンジした方がいいっすね。なんか俺ねいつも気をつけてるんが、まあ、地区大会決勝もそうなんですけど、なんか石液とかマチェットにも負けんねん。みんなそうかな。あっこ強いよね。あっこめっちゃ強い。さあこっち、ここ行こう。さて、うん、こっち行きます。ちょっと守はやめてこっちでユースポイントを取ります。しゃあ、いやこれ101狙ってんねんけどいけるかな。いけるよね101。よっしゃ OK、 いきましょう。あ、やっぱそう思うと角田強いね。共に絆を。おっと3点取ってくれてる。しかしノーアウト1・3塁絶望やん。大丈夫、この方向かって抑えられる。これで追い込みました。第3球をストライク、空振り三振。最後は100、バッターはピッチャーアバタ。第1球ストライク、投げました。アバタお前のヒゲめっちゃ痛そうやね。追い込んでもらいました。第3球は空振り三振。西田見事なピッチング。ランナー2人を置いて迎えるバッターはシーナ。今日の第1打席シーナっていう名字あるじゃないですか。俺この名字めっちゃ憧れてんねん。第2球シュート見送ってストライク。これで追い込みました。めっちゃ聞こえわ。第3球を外角低め一回見逃し三振。三球三。赤月大付属ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で小原。第2球、まあ野球やったらねやっぱメジャーとかダイヤのエースとか第3球をインコース低めいっぱいのね漫画がめっちゃ有名じゃないですか。まあサッカーはね第1球僕キャプテン翼とかは呼んだことないんですよ。なんかキャプテン翼とかってあれありえへんやんプレーが。もう追い込んでいます。なんかゴールの上に立ってヘディングするとかあれオフサイドやし、ピンチヒッターはソネ。いや分からへんわ。俺打ちました。あっと引っ掛けた打球は三遊間へ。気迫を見せた。まあ、あとシュートっていう漫画もあるんですけどそれもありえへんかな。なんか見えないシュートとか打つんですけど、いや見えるからね。大付属ここはなんとかしのきたい。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で待つ。ここまで3打席連続三振。だからねあのホイッスルっていう漫画をずっと読んでましたね。分かる人いるかな。ホイッスルっていうサッカーの漫画めっちゃおもろいんですよ。でもやっぱ野球やな。野球の漫画の方がおもろい。メジャーの方がめっちゃおもろい。うん、追記いこう。じゃあ守る勝負、勝負やぞ。ここは歌んとってくれ。よしよしよし、これでいけるな。これでナイスピッチ2回使えるんで勝ちますね。よっしゃ、いいね。ここの経験って、ね、大きいと思う。よっしゃ、いけたね。いけるね。いけたね。まだいってないけどいけるいける。いやーここ行きたいんよね本当は。あーでもこっちやな。こっちで逃げ球もしくは、CD 上がりとかのコツをもらえればありがたいです。五郎くん、五郎くんくれないよね。よっしゃ、筋力700ポイントか。これやばいな。これはやばい。お待たせ、球児たちの赤月大付属先制のピンチを迎えました。マジでワンアウトランナー三塁という場面で甲斐。赤月大付属ここは外野フライも3回。いや負けるわけにはいかない。投球はこれから3回。アウトコース低め空振り三振。
カウン、全くタイミングが合いません。集中して、ここ集中。わずかに外れました。投げました。ナイスボール。ギリギリいっぱい、ストライク。しゃ、投げた。まっすぐ見送ってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。オーケー、見逃し三振。よし、西田。赤月大付属先制のピンチです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面でテイク。まあ心がけてるのはこういう高めのボールはあんま投げへんようにしてる。高めストライク。投げるとしたらもうボール球とかかな。第3球を一つ外してボール。慎重に攻めてきます。カウントワンボールツーオッケー。内角低めいっぱい、見逃し三振。西田ツーアウト。やめろ、接撃怖いね。本当に本当接撃怖い。先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という低めのボール引っ掛けた。アウト。赤月大付属なおもピンチが続きます。分かってる分かってる。第1球初球決まってストライク。まずはそんな大きい声で言わんとくれ。第2球決まったストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を三振。西田やばいやばい。なんとか三塁が多い。ツーアウトランナー一塁三塁という場面でテイク。初球引っ張った。一塁線鋭く切れていきました。もう怖い、もう俺足震えてる。第2球低め外角ストライク。しゃオッケー、見逃し。ナイスボール。西田。いや、やばいやばい。赤月大あそこコマンド使ってないもんね。一回もワンアウトランナー二塁という場面でやっぱ使うべきなんか。今日ここまで3打数ノーヒット。第3球を見送ってストライク。しゃ第4球をインコース低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。めっちゃ叫んでるやん実況。まずは膝元、これはわずかに外れています。打ちました。ファール。ここ来ると思ってない。今ここ来ると思ってない。打ちました。よし、よかった、よかった。アウト。スリーアウトチェンジ。西田。よしよしよし、強い。若月やっぱ強い。さて、いやー追求です。はい、追求いきます。大ピンチ、強豪激闘大地やで。これ難しいな。こんなに筋力余る、やばいぞ。筋力やばい。どうしたんやこういう場合。お待たせ、生田のから。あー、これやばいな、これやばいですね。自動失点には追加点のピンチを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で小田原。いいね、右手イマジンブレーカーや。お前は上条友か。初球見逃し三振。西田ナイスピッチ。赤月大付属追加点のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で小泉。今日はファーストゴロとキャッチャーゴロ。打ちました。ピッチャーナイス。ナイスキャッチ。赤月大付属なおもピンチが続きます。第1球直球決まってストライク。いきなり151キロ。第2球決まったストライク。タイミングが合いません。ここら辺が苦手。第3球を高く低めいっぱい、見逃し三振。だいたいミート低い人はアウトコースインコースどちらかの低めギリギリが苦手やからね。ナイスボール。これでツーアウト。いいね、逆転してくれてるもんね。第1球決まったストライク。キレのある変化球。第2球2球目ストライク。西田まずは簡単に追い込んでいます。投げた。オッケー、低めいっぱい、見逃し三振。いいやん、西田。ええやん、西田。よし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 、3失点したから。まあ、経験点上は変わらへんかな。さあラスト、ここニュースポイント上げる。これどうしたらいいんだろうね。急速対数上げた方がいいよな。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん66。いやー難しい、これ完走するかな。エピローグ
いいかな。よし、行きましょう。大丈夫、大丈夫。うん。まあ、筋力完走しても仕方ない。そう、仕方ない。お待たせ。全国の。技術ポイントをね、もうちょっとタックとかで稼いでたら160キロとかいけとったな。一塁三塁という場面で今泉赤月大付属、ここは外野フライも避けたい場面です。打ちました。よし、ナイスナイス、いいよ。もうそういうゲッツーで1点失うのは全然 OK。 オーマイガッド、それが一番嫌。追加点のピンチを迎えました。自動失点いっちゃいや。おいおい、ワンアウトランナー三塁に変わります。マジかマジっすか。第2球、いつもワールドピッチとかせえへんのに、なんで実況動画やった時にアウトコースすんの。バッター追い込まれました。涙、インコースよし、いっぱい見逃し三振。めっちゃ笑顔やな。めちゃめちゃ笑顔で俺も笑顔になったわ。第2球、2球目ストライク。しゃ、オッケー。投げました。スライダー、空振り三振。金原、さあ援護あるかどうか。援護なかった。まあでもね、決勝まで行けてよかったかなっていう感じですね。まあ、やっぱ暁強いですね。打線が1点取られても取り返してくれる。さあ先発でいきましょう。エピローグ、ピさあ経験点は9300。前回よりはやっぱちょっとね取れなかったですね。乾燥してますね。めっちゃ筋力余ったな。153キロやし5まで行きたかったけど、まあ仕方ないですね。ちょっと今回はい、ちょっと青徳ちょっと技術ポイントも不足すぎて取れなかったっす。あとそうやね、超仕上がり取れんかったね。いやー技術ポイントここまで不足するか。じゃあ筋力が取りすぎやねんな。今回ね153キロ S1S、K14 ですね。総変化は12か12ですね。いやーせっかくね本塁打元気に取れ、調子じゃがいかは、まあ、ちょっとね技術ポイントちょっと取れなかったです。あーちょっと残念ですね。よっしゃ、ラスト948万終わった。ほとんど筋力ポイント、前回と一緒で S6 ですね。いや難しいな立ち回り。俺めちゃめちゃ今日のこの育成頭抱えたわ。皆さんもね、どんどん先発更新頑張ってやってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。